皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、モチベーションは上げなくても仕事はうまくいくというお話をしたいと思います。ですね、仕事をやっていくときにですね、モチベーションが上がるとパフォーマンスが高そうに見えるじゃないですか。だけれども私の持論としてはですね、モチベーションを上げると下がる時が来るから、その波がそのまま仕事の業績に反映してしまうことがあるんですね。だからモチベーションは基本上げない方がいいと思っているんです。確かに気分が乗らない時とかあると思うんですけれどもね、あると思うんですけれども、そこを気分が乗らないからといってやらないで済むと、結局気分でコントロールされちゃうことになっちゃうので、お仕事って割と継続淡々っていう仕事が多かったりするんですよね。それは教室運営でも一緒です。だからモチベーションが上がんないんだよねって言ってやらない理由にする人は、大抵うまくいってない人が多かったりします。それは私も人間ですから、当然やらなきゃいけないことがあるけどっていう時はありますよ。それはだけれども、ここまでは絶対にやるっていうものは、やるって決めたらやるっていうところにはあんまりにモチベーションとかって持ち込まないようにしていたりします。だから例えばなんですけどね、この話、違う生徒さんにも前それを言われた時に衝撃でしたみたいな感じで言われた話が、会社員だったりとかする時って、例えばタイムカード朝行って打つじゃないですか。でそのタイムカードの実績に応じて当たり前ですけどお給料が支払われるわけですよね。そうするとタイムカードを打つのにモチベーションはいるのかっていう話です。今日は気分もノリノリだからタイムカード打っとこうって言って打つのと、今日気分乗ってないしタイムカードやめとくかっていう話ですね。気分が乗ってないから仮にタイムカードを打たなかった、これ別に気分が乗ってないから打たなかったで本人は OK ですよ。だけど会社は来た来ない来ないをタイムカードのその打刻によって判断するとしたら、結局はお給料もらえないことになりますよね。だからそれと日常業務、特にそうですね、ソーシャルメディア SNS に関する活動っていうのはそこに近くてですね、楽しいから今日は書いとこうとか、気分が乗っててブログを書けるのは全然 OK だし、いや今日はこんないいことがあったから Facebook 上げとこうとか、それはそれでプラスアルファっていうことは OK だと思うんですけども、日常で淡々と発信し続けるっていうことをもしも考えるのであれば、そこにはモチベーションっていうのはあまり関係なくって、やることをやるだけっていう、ただそれだけなんですよね。だから特に女性の場合は気分に左右されることが多いかなっていう気がしてるんです。気持ちが乗らないからブログが書けないとかね、言い訳でしかないと私は思っているんですけれども、お仕事の一環なんでっていう一言ですね。楽しくて趣味で書くのは全然別ですよ。例えば私を知ってもらいたいとか、教室のことを知ってもらいたいがために書くブログっていうのは楽しいとか、もちろん楽しい気分で書いた方がいいです。だけれども楽しい領域のことではなくて、お仕事として捉えれば淡々と、じゃあ1日1記事書こうって決めたら1日1記事書いたらいいですし、私も今例えばこうやって YouTube を撮ってるんですけどね、自分の中で例えば強化月間とかあったりすると1日5本撮りましょうとかっていうのを自分で目標を決めてやったりとか、何かの目標を決めてやるときっていうのはもう淡々とやるしかないんですよね。だからその淡々とやることができるかできないかっていうのが、やはり継続ができる教室を作れる基礎を作れるかどうかっていうことに大きく関わってくるんじゃないのかなっていうふうに思ったりしています。だからモチベーションは上がらなくても仕事はできるということです。あった方がよりいいのかもしれませんけどね。むしろ上げない状態でも
適切なパフォーマンスをきちんとできる人っていうのを私実際に見てる方もいらっしゃるんですけれども、そういう方がかっこいいなっていうふうに思ったりしているし、自分もそういうふうになりたいというふうに思っております。それでは。